新潟大学の浅香と言います。ヒッグス粒子は遺伝子によって発見されましたが、我々の自然の本質を導く素粒子理論に終わりはありません。そのためにはリニアコライダーを建設し、新しい自然の神秘の尻尾をつかむことが重要だと思います。そのためにぜひリニアコライダーを建設してください。